今月と来月の2回にわたってリップスラーを練習していきたいと思います。僕はとっても大切な練習だと思っていて、これができるようになると、様々なメリットがあります。力に頼ってこう演奏しなくなるということはもちろんですし、その他にもですね、このまあリップスラーがうまくコントロールできるようになって初めてトロンボーンの苦手であるスラー、レガートですねが、クリアできるというか、むしろ、武器になるんじゃないかなと僕は思っていますので、そこら辺もですね、視野に入れながら、練習していきたいなと思っています。はい、それぞれですね、フレーの1番から4番まで、実演を聞いていただきましたけれども、注意点、ここに記事にも書いてますけれども、まず1番ですね、移り変わりに勢いしっかり流すイメージを持つ、というのは、音と音の隙間ですね、これが、ここに息をしっかり流すような、この隙間がどうしてもできてしまいますので、この隙間を息で埋めてあげるというようなイメージだと僕は思っています。
そのためにこうクレッシェンドして、その隙間がこう開かないように埋められるように、するということなんですけれども、これはスピード、勢いに任せてこう上がるんではなくて、こういうふうに上がるんではないので、この、こうすると今、やると分かると思いますけれども、ピッチもこう、不安定になってしまいますので、こう吹いたときに、音が変わったときに、こう、ピッチがこう、うーっとこう、なんていうんですかね、行き過ぎて戻ってくるみたいな、ことがないように、ちょっと気をつけていただきたいなと思います。続きまして2番ですけれども、折りすぎてバウンドしない。1番の、上がるときに行き過ぎて戻ってくるというパターンもありましたが、それと同じでですね、2番も降りたときにこう、ボーンとこう、1回バウンドして帰ってくるという不安定な、演奏にならないように注意します。ないようにですね、最短距離、ここからここまで降りるという最短距離を狙った練習と思ってください。降りた時にこうピッチがゴヨンとならないということを、注意していただきたいなと思います。降りた先の音が詰まってしまうパターンというのは、こうなってしまう方は、どちらかというとこう先細りというかこの、変わった先の音がこう狭くなるんではなくて、むしろ4番のような感じで、音が降りるときに、なんていうんですかね、息がこうどんどんこう幅が広がっていくような感じですね。で、4番のパターンで練習してから、2番に帰ってきて、やっていただけるといいかなと思います。次3番ですけれども、3番は力に頼らないで上降する練習と書いてますが、まあ力とかまあスピード感だけに、1番のような感じでスピード感だけでこう演奏しないように、息のコントロールをする練習だと思います。こうアンブッシュをこうギュッてこう締めて力ずくでこうムッと上がるんではなくて、息のコントロールとか、そういうものを練習してみてください。リップスラーですけれども、このリップスラーというのはそもそも、僕は、息のスピード感をコントロールすること、それから、息の温度、これを変えること、そして、最後、息の、奥行きですね。息がどのぐらいまでこう、どのぐらいの、距離必要としているのか、その音域に、必要としているのかという話に、なってきますが、この3点が僕は大切かなと思っています。で、もっと言うとですね、この3点は、音域の話にも、かなりこう、通ずるものがあるかなと僕は思っていますので、今後、音域にももちろん触れていこうと思っていますので、その時にも、この息のコントロール、息の、スピード感をコントロールすること、それから息の温度、そして、息の奥行きですね。この3点は、覚えておいていただきたいかなと思っています。そして4番ですね。降りた音の先がどうしても狭くなりがち。これ2番のことですね。2番で、降りた時にこう、息というか、まあ、アンブッシュがこう、ぎゅっとつぶして、音を降りてしまうパターン、降りてしまう人が、4番を練習してくださいということでしたが、音が降りるときにどんどんこう幅が広がっていく、息の幅が広がっていくように、ここも、降りたときにこう、少なくとも全くやっぱ同じアパチュアで音は降りれませんし、降りれたとしても、おそらく詰まった音になってしまうと思います。こうなりますので、それを、ほんのわずかで結構です。ほんのわずかにその息が出るスペースを、確保してあげるだけでいいと思いますので、
息が出る、場所を確保してあげるように、この音量で、音量を使って練習できたらいいかなと思います。はい。この4点いろいろ説明させていただきましたけれども、とにかく大切なのは最後に書いている無理のない温かく柔らかいサウンドで演奏してできているということです。これが、とにかく最初から最後まで、実現できているということがとても大切なことだと思いますので、リップスラーを演奏している上で、力に頼っているときっとどっかで、音に無理が生じているというか、まあストレスがかかった音になってしまっていると思いますので、なるべくそういう音がしないように、最初から最後まで、どんな、音域、どんな、パターンのリップスラーを演奏するときでも力ではなくて、さっき3番かなのところで、説明しましたけれども、息の量のコントロール、そして、量とか、まあ、スピードですね。まあ、息の量と、スピードのコントロール、そして、息の、温度、そして、息の奥行き。この3点を、確認しつつ、サウンドが、まあ、実際出て、ベルから出ているサウンドがどういう音になっているかというのを聞きながら、演奏していただければなと思います。